マーガレット・スクリブンは、イングランドヨークシャー州リーズ出身の女子テニス選手。1930年代に活躍し、1933年と1934年の全仏選手権で女子シングルス2連覇を達成した選手である。全仏選手権では1933年の混合ダブルスと1935年の女子ダブルスでも優勝し、総計4つのタイトルを獲得した。左利きの選手で、全仏オープン女子シングルスの歴史を通じて最初の左利き優勝者になった。マーガレットはペギーという愛称で呼ばれた。フルネームはマーガレット・クロフト・スクリビン・ビビアンという。スクリブンのテニスは他のトップ選手に比べるとぎこちなさを感じさせたというが、忍耐強いプレースタイルを持ち味とした。彼女との対戦はスタミナ勝負を強いられ、とりわけ左打ちのフォアハンドストロークには対戦相手にとって過酷な消耗戦の印象があったという。スクリブンは7歳からテニスを始めたが、1929年に17歳でイギリス国内の女子ジュニアチャンピオンになるまではレッスンを受けずに独学でテニスに親しんだ。2年後、1931年のウィンブルドン選手権でシモーヌ・マチューとの準々決勝に進出し、初めてのセンターコートで、マチューに6から1、2から6、5から7の試合を挑んだ。1933年の全仏選手権で、スクリブンは女子シングルスと混合ダブルスの2部門で初優勝を飾る。シングルスではノーシードから勝ち上がり、決勝でマチューを6から2、4から6、6から4で破って優勝した。混合ダブルスでは、スクリブンのパートナーは、ジャック・クルフォードであった。全仏2部門制覇の後、ウィンブルドン選手権では2年ぶり2度目の準々決勝でヒルデ・クラービンケルに敗退した。1933年にはキャリアで唯一の全米選手権出場もある。1934年の全仏選手権でスクリブンは第2シードに選ばれ、決勝で第1シードのヘレン・ジェイコブスを7から5、4から6、6から1で破って2連覇を達成した。同年のウィンブルドンでは3度目の準々決勝でオーストラリアのジョーン・ハーティガンに敗れている。1935年全仏選手権でスクリブンは準決勝でマチューに6から8、1から6で敗れて女子シングルス3連覇を逃したが同じイギリスのケイス・タマーズと組んだ女子ダブルスで初優勝した。スクリブンとスタマーズは二人とも左利き選手同士のペアを組んだことになる。1937年の準々決勝でリリデ・アルバレスに敗れた試合を最後にマーガレット・スクリブンは全仏選手権から撤退した。全仏選手権で4つのタイトルを獲得したスクリブンだが地元大会のウィンブルドン選手権では4度のベスト8止まりで終わってしまう。最後のチャンスでは1937年の準々決勝でポーランドのヤドビガ・イエンジェヨフスカに1から6、2から6のストレートで完敗した。イエンジェヨフスカには第二次世界大戦開戦直前の1939年にも4回戦敗退を喫している。選手経歴の間にスクリブンはフランク・ハーベイ・ビビアンと結婚した。世界大戦の終戦後、スクリブンは1946年と1947年のウィンブルドン選手権に出場し、1947年の3回戦でパトリシア・カニングトットに1から6、3から6で敗れた試合を最後に選手生活を終えた。その後は夫と共に静かな生活を送り、2001年1月25日にイングランドサリー州ヘーズルミアにて88歳の長寿を全うした。マーガレット・スクリブンは2016年に国際テニス殿堂入りを果たした。ありがとうございます。